M ベースという用語はいくつかの方法で使用されている。それは1980年代、スティーブ・コールマン、グラハム・ヘインズ、カサンドラ・ウィルソン、ジェリア・レン、ロビン・ユーバンクス、グレッグ・オズ・ビーなど、アフリカ系アメリカ人の若いミュージシャンによる有利した集団に由来するクリエイティブな表現についての新しいサウンドと、具体的なアイデアと共に生まれた。 スティーブ・コールマンによって造語された用語を使用して、彼らはこれらのアイデアを M、ベースコンセプトと呼び、批評家はこの用語をこのシーンの音楽をジャズのスタイルとして分類するために使用した。しかし、コールマンは M、ベースは音楽のスタイルではなく、音楽を作成するにあたっての考え方を示しているのだということを強調した。有名なミュージシャンたちが過去に言ったように、彼は 音楽のラベルとしてのジャズという言葉も、ジョン・コルトレーン、チャーリー・パーカー、ルイ・アームストロングなどのミュージシャンに代表される音楽の伝統も拒否している。ダンサーや詩人も含まれる M ベースというムーブメントは共通の創造的な音楽言語を目指して努力を行ったため、彼らの初期の録音は共通のアイデア、共同作業の経験、似た文化的背景を反映して、 多くの類似点を示している。この種の音楽にラベル付けをするために、ジャズ評論家が M ベースという言葉を他に当てはまる用語がない、ジャズスタイルとして確立してしまったため、その本来の意味は歪められてしまっている。1991年には M ベースコレクティブとラベル付けされた相当数の M ベース参加者による CD Anatomy of a Groove を録音した。彼らのほとんどは、 それ以前にアルトサックス奏者のスティーブ・コールマンによる CD に貢献しており、スティーブ・コールマンの創造性がその運動の中心的な要因となっていた。彼はリーダー、または創設者と呼ばれることを拒否していたが、コールマンと彼と関連するスタイルでアルトサックスを演奏する友人のグレッグ・オズビーは2枚の CD を録音したグループ、ストラダ・インスティチュートを率いた。 オズビーの名前で、特定のキャラクターを含む CD が1987年にリリースされ、M、ベース、ジャズに対する認識も生み出した。テナーサックス奏者で、フルート奏者のゲイリー・トーマスは、M、ベースに率先しては参加しなかったが、彼らに加わっており、その演奏方法に類似点があったことは明らかである。彼の演奏は、コールマンとオズビーの録音で聞くことができ、 彼自身の CD も M、ベーススタイルとラベル付けされている。3人のサックス奏者は全員歌手のカサンドラ・ウィルソンによる CD ジャンプワールドに貢献した。ピアニストのアンドリュー・ヒルはグレッグ・オズビーについて次のように語っている。彼はリズムと調和の正確さにおいて信じられないほどのセンスを持っていて技術的な多様性を持つ人々には 一般的ではない精度で正しい音を選ぶのです。グレッグオズビーはゲイリー・トーマスについて次のように語っている。彼は非常に頭が良く、私が知っているほとんどの人を超える吸収能力を持っています。彼は独自の作曲と即興の方法を持っています。彼は現代の音楽シーンにおいて、私のお気に入りのテナーサックス奏者です。 クラリネット奏者で作曲家のドン・バイロンは、スティーブ・コールマンをアメリカ音楽史における波外れた個性と呼んでいた。M ベースの前身は、ジャズ評論家のビル・ミルコースキーによって、1975年のアルバム、アンガルタのようなレコーディングに代表されるマイルス・デービス、率いるバンドであると特定された。ドラマーのアル・フォスター、ベーシストのマイケル・ヘンダーソン、 リズムギタリストのレジー・ルーカスによるリズムセクションが演奏するシンコペーテッド・ナグルーブの上にソニー・フォーチュンの毒気のある渋いサックスラインが組み合わされていることに彼は注目した。M、ベースコンセプトのアイデアは音楽ビジネスの必要条件とはほとんど互換性を持たなかった。M、ベースムーブメントのほとんどの参加者はより一般的な音楽へと目を向けていった。 カサンドラ・ウィルソンによるブルースやフォークの影響を受けた音楽はより多くの聴衆の好みに適応するのにマッチしている。ウィルソンは1993年からブルーノートレコードと契約を結んでいる。ゲイリー・トーマスの2枚のレコーディングはダウンビート氏によって高く評価されたが彼はヨーロッパの小さな会社と契約した。1997年以来彼は ピーボディ音楽院で教えるためにバンドリーダーとしてのキャリアを保留にしている。グレッグオズビーは1990年にブルーノートレコードと契約し、伝統への敬意を高め、新しい方向性を維持するという特定のバランスの取れた行動を取った。2008年、オズビーは彼自身の小さなレーベルを立ち上げた。スティーブ・コールマンは M ベースのコンセプトに従って、 さらに音楽を開発していった。1990年代に彼の CD はメジャーレーベル BMG によってリリースされた。その後彼は自身の音楽が輸入としてのみ利用可能である小さなフランスのレーベルによって配布されたという点から実質的に米国のアンダーグラウンドのアーティストとなった。2007年ジョンゾーンの小規模なレーベルであるザディクレコードは コールマンのソロ CD をリリースした。2010年には小さな先進レーベル、パイレコーディングスがスティーブ・コールマンのレコーディングをリリースし始めた。当初、m ベースと呼ばれていた音楽ラインはかつてないほどスティーブ・コールマンに焦点を合わせていたが、多くの若いミュージシャンが音楽の分野イコール音楽技術と音楽の意味の両方の面で彼の音楽に多大な創造的貢献をしてきた。 ピアニストのビジェイアイアーはスティーブの影響を強く主張するのは難しいです。彼はジョン・コルトレイン以来誰よりも多くの世代に影響を与えています。彼は7または11ビートを演奏することで点をつなぐことができるというだけではありません。彼からの影響の背後にあるのは音楽と人生に対するグローバルな視点なのですと語った。スティーブ・コールマンは コンセプトの重要な要素を次のように説明した M ベースコンセプトはビバップの創始者による創造的なエネルギー、彼らの有利した集団、そして彼らの音楽的目標を思い起こさせる。このコンセプトにはネオクラシックジャズや構造のないフリーミュージック、フュージョンミュージック、主となるのが即興ではない音楽、または商業的側面に関して形作られた音楽などは含まれない。 The Word, M, Base Had Spread, But It Spread in Association with the Music, and So It Became for Them, A Musical Style, Steve Coleman, M-Base.com, 2014年11月25日閲覧。For example, Duke Ellington Set, Jazz is Only, A Word and Has No Meaning, e.g. The New Globe Dictionary of Jazz, London. ニューヨーク 2001p739 コールマンハズビーンコールドザリーダー4エグザンプルインザニューグローブディクショナリーオブジャズロンドンニューヨーク 2001p739 クオーテッド・インライナーノーツオブシーディーザ・インビジブルハンドバイグレックオスビーハットインタビュードバイフレッド・ジョンエイプリル112000グレック・オスビー ジャズ・サクソフォニスト、2014年11月25日、閲覧。クリスチャン・ブロエ・キング、デア・マルサリス・フォクター、1995、P120 ・アルキア、フランク・エンライト、エド・カランスキー、ジェイソン、エズ、ザ・マイルズ・デービス・リーダー、ハル・レナード・コーポレーション。 p307isbn1 から4234から 3076xhttps アーカイブ o r g ディテールズ、ダウンビー・ザ・ラ the レ a フラン、ページ3 0 7ハット、アーカイブドジューン192010アットザウェイバックマシンアーカイブドジューン202010アットザウェイバックマシングレックオスビージャズサクソフォニストコンポーザー バイオグラフィー、グレック・オスビージャズ・サクソフォニスト、2014年11月25日、閲覧。インナービューズ、イナービューズ、スティーブ・コールマン、ディンギング・リープ。イナービューズ、ミュージック・ウィズ・アウト・ボーダーズ、2014年11月25日、閲覧。ラリー・ブルーメンフェルト、A ・サクソフォニスト、S ・リバーバラント・サウンド。WSJ、二千十四年十一月十五日。 閲覧。CF コールマン S アーティクルアバウト、チャーリーパーカー、ジャズドットコム。2017年7月6日閲覧。ありがとうございます。